東野さん一旦楽屋帰ってウィキペディアお願いします。竹山さん意外と竹山はちっちゃい頃は幼稚園の頃は送り迎えよね。そう、白いベンツで送り迎え、白いベンツで送り迎え。お金持ちでもうわもうこの人品ないわっていうお金持ち言うじゃないですか。下品な方だ。そっちのも最たるもんやろ。もう最たるもんです。あの応接間に小判が飾ってある。下品。下品でしょ。下品。さあすでにですね、あのいろんなエピソードが出てきているんですが、はい、これをはるかに超える方々がいらっしゃいます。うん、まずはお坊ちゃまお嬢様育ち芸能人の最強5の皆様です。どうぞ。どうぞ。756人の芸能界アンケートの中から選ばれたお坊ちゃまお嬢様育ち芸能人の頂点はこの5人。何不自由ない環境でぬくぬく育ったせいで最も世間とずれてしまったのはこの5人のうち誰だ。この番組はジャパネットタコタコご覧のスポンサーの提供でお送りします。お一人目、お笑い芸人の勝俣兄さん。お父様が三重県で18階建ての総合病院の院長をされていたというお坊ちゃま。子供の頃の写真があります。こちらです。これ見たらね、本当はお金持ちやって分かりますよ。これはどういうこと。なんでいるの、なんでいるの千代の富士。あのうちの父がですね、千代の富士 の主治医だったんです。肩に筋肉の鎧をつけろっていう、なんか聞いたことある。あの言葉を言ったのがうちの父。でも横の間にしたのがお父さんだになっちゃいますね。ね、これ何がすごいってね、ウルフ横綱がこう微笑んでんねんで、はい、そうですよ。だからもう認めてるわけよ、あそこのお坊ちゃまやと。はい、そうですね。実はあのこれ以外にも千代の富士との写真があるそうなので、はい、ご覧いただきましょう。こちらダメや、ダメや、ちょっと待って、ダメや、これお前今日飲んでへんやんけど。飲んでや、何千秋楽負けてんねんとか言うの。はい、さあ続いていきましょう、はい、読者モデルの熊谷サリーさん、うん、彼女がどんなお嬢様かといいますと、こちらです。小学校の卒業祝いに100万円をもらったというスーパーお嬢様なんです。いらないでしょ100万。その時は祖母ですね、くれたのは。おばあちゃんがおめでとう、6年間頑張ったねって。おめでとう、ね、おめでとう、ね、100万元玉でくれたの。元玉、帯ついてんの。帯つきで、うわやらしい。おばあちゃんはバカなんですか。違う成人は今成人は100万とあと時計が300ぐらいです。とにかくおめでとうでとにかく何百万が入ってくるってシステムですね。したら、はい、バニラビーンズのリサさん、どんなお嬢様かと言いますと、はい、こんな方です。18歳で運転免許を取得した時、お祝いでお父様から1600万円のベンツをプレゼントされたというお嬢様です。18歳ですよね。ベンツもらったの。はい、免許取った記念に。1600万で何車種で、あちゃんとあの正式なベン、CL55 のアーマーゲン。アーマーゲン、AMG アーマーゲーですよ。聞いたところで分かんないよ。皆さん AMG アーマーゲーですよ。それで初心者マーク貼ってたの。貼ってました。他にどういうものもらったんですか。小さい頃にあのおはじきをするのに金貨をもらってました。小さい頃、はい、おはじきしてますよね。その1枚のガラスのおはじきが、1枚3万円の金貨、たくさんもらっておはじきしてたわけですよ。そういうことでしょ。はい、成人式のお祝いは20歳の時何もらったんですか。成人式の時は、ロレックスの時計。ロレックス時計いくら。はそう大したことないですけど200万。あるわ大したこと。あるよ、すごいですよ100万は。大したことしかないわそれ。それは自分なんかちょっと安いって恥ずかしいって感じない。でもちょっとまあそんぐらいでいいかなって。そう、
すごい金持ち丸出しやな君な。ちなみにですね、リサさんは芸能活動をするにあたって、はい、通常考えられない契約を交わしているそうです。何事務所の方と母が会った時に、まあ、娘が好きなことをやらせてもらえるのでギャラは結構でございます。お母さんが嘘。ごめんなさい、ちょっといいですか。お母さんバカなんです。違う。双子の俳優高木新平さん、万平さんなんですけれども、どんなお坊ちゃまかというとこんな方々です。なんとご実家は600坪の大豪邸。映像があるのでご覧いただきましょう。イケメン俳優高木新平、万平、彼らの実家には20個ものズレズレポイントが。お坊ちゃま俳優高木新平、万平の600坪もの広さを持つ実家は愛知県にある。名古屋駅から車でおよそ30分、小高い丘の上にその噂の豪邸が。